必要に応じてこの上澄み液だけを別の器に移して使えば、またこちらお湯か水を足せばですね、保温容器として使えるので、また再利用できるということですね。で、高酸ナトリウム水溶液はアルカリ性なので、アルカリ性で綺麗に発色するような色素を入れておくと、より魅力的かなと思いますね。これフローレセインっていうね、蛍光剤なんですけどもね、ブラックライトなんか使うと紫外線で結構綺麗に光ったりなんかします、ね、でこちらに水で、あと洗濯のりなんですけど、化学系の PVA 系の、洗濯のりですね、ポリビニールアルコールの略なんですけども、水で薄める割合で経験的に決めればいいんですけど、割と適当でもですね、その手のひらでコロコロ刺しているうちにこう固まってきますので、ね、はい、のりを高酸ナトリウム水液に入れました。結構なんか汚れたりするので、下に敷物をしておくといいかと思います、ね、この通りですね。最初デロレーンって感じで、液体とも固体とも使う、ゲル状ですね。こんな風にベトベト状態で、ベトベト状態の物質ができます。キラキラして、綺麗なんですけど、こんな感じですね。まだちょっと固めるっていう感じ、固まるって感じじゃないんですけども、一応これでゲル化が起こるっていうのをちょっと観察してもらって、ね、これを手のひらですね、転がしてるうちにだんだんこう固まってくると。広げるとですね、こんな薄いカーテンのようにね、広がったりなんかします。こう手にパックみたいにしたりしてね、まだ広がらない、言いますか、このようにですね、こう弾力があるというのが分かりますね。だいぶ固まってきましたね。だんだんこれ乾いてきちゃうので、こう器、本当はね、蓋の、できる器なんかに入れたり、ビニール袋なんかに入れておけば結構長く持ったりなんかします。ただあんまり長らくですね、こうやっていじったりなんかしてると不安、不衛生なもので、適当なところで処分するといいかと思います。ブラックライトで照射してみました。これ光りますね。暗闇でスライム遊びして、暗闇で光りますので、より楽しさが増しますね。